はい、どうも、セリカです。青鬼オンラインよろしくお願いします。お知らせ来てますね。裏ステージが 100% 発生する期間限定イベントが終了しました。今後も青鬼ゲージに一定確率で発生。ということで、100% じゃなくなったということですね。どれぐらいなんだろう、一定確率。まあ、なんとか、裏逃げをして、スキンをゲットしたいなと思います。来ましたね。イベントが多分終わったので、新シーズンになってると思います。ログインボーナス。ありがとうございます。あ、やばい、何これかわいい母の日ってことかな。ちょっと待って、妖精。いやー、絶対欲しいこれ。やばい、かわいいのが来てくれましたね。いや、これ欲しいなー。石にしてあげようか。これ体ヘビになってんのかな。やばい、かわいい。お母さん、こら、フライパン持って。こんな怖いの、お母さん。母の日ってことかな?やった、ジャンボジェット。いただきました。ありがとうございます。来た、自由の女神。ちっちゃんじゃないの、これ。ちっちゃい。やばい。大きいスキンだと思ったけど、ちっちゃいのできちゃった。でも、私何回か動画で自由の女神って言ったことがあるので、ちょっと嬉しい。けどな、大仏並みに、大きいのがよかった。ありがとうございます。ちょっとね、おじいさんとやめて、こう、先生スキンね、私持ってないんで欲しいんですけど、あとは迷彩服、ヒロシだけですね、持ってないの。あとはレアスキンは、まだ持ってないのがたくさんあり、どこだ?お母さん、怖いな。あれはガチャですね。今は、結構あるな。ジャンボジェットで行きましょうか。はい、で、イベントがないということですね。ガチャはあって、イベントがないと。なるほど、これはちょっとガンガン回そうかなと思います。星さん2つとも欲しいので、青銭かなりあるんで、これは回していこうかなと思います。はい、お願いします。あ、ちっちゃ!ちょっと待って。あれ?今の、ジャンボジェットいただいたので、シーズンも終わったことなんでちょっと、ランダムマッチどんな様子か見ようとジャンボジェットでやっております。ちょっとジャンボじゃないじゃんジャンボじゃない。ちょっとね、私大仏よりモアイより大きいのかなと思って。ちっちゃくないこれねえすごい状態魚みたいだよ。だって鯉のぼり噛んでる。鯉のぼりより小さいやんこれ。いやー、まあランク保持だからねえ、文句は言っちゃいけないんですけど、ちっちゃくない?これ、戦車より、ちっちゃいんですけど、もう2倍ぐらい大きいかなと思いましたね。ほれ。魚みたいですよ、これ。動きも普通に。いや、ちょっと寂しい。まあ、しょうがないですね。下から来てたので。あとはね、裏ステージへの確率というか、裏ステージ出現確率が、100% が終わったので、多分青逃げ後、ランダムで裏ステージに行けると思うんですけど、いやね、まだ欲しいスキンすごいあって、欲しいスキンっていうか持って、おぉ、持ってないスキンは全部、あーちょっとちょっと待って、ここやばいな。持ってないスキン、わ、メデューサがいる。持ってないスキンやっぱ全部欲しいんですけど、皆さんは今どんなスキン狙ってますか?裏ステージで。結構昔のも出てくるっていうので、美味しいですよね。本当に。やる前に出てたスキンがもらえるなんて、ちょっとレアなので、ぜひ頑張りたいんですけど。いや、ちょっとお母さん怖いわよ。お母さんってもっと優しいんじゃないの?母の日でしょ?こんなフライパン持ってこれって追いかけるほど怖いですか?お母さんって。優しいイメージありますけどね。猫が暴れてる。猫が暴れとる。怖っ。やばいな。これ逃げ場がないな。危な、あーまずい。まずいまずい。まだね、狙って、そうそう、スキンを狙ってるスキンがいっぱいあって。うおー、セーフなの今。欲しいスキンがいっぱいあるんですよね。もうマッチョたけしもらった人いますか?たけしが出た人。猫が暴れてる。しばらくなんか猫見てなかった気がする。つー。あー、ガスマスクもう終わってしまう。いや、これでワンステージ。やったやったぜー。あるかな?裏ステージ。ドン。ない。なかったですね、裏ステージ。
はい。青逃げしても残念な感じですね。ちょっと寂しい。ちょっと寂しいですけど、ちょっとね、このガチャ、今回、私的にだいぶツボなので、全部ゲットしたい。ですね。いやー、回したい。ちょっとだけ回そうかな。青銭たんまりありますから。いやー、もう10回ガチャ、まずやっちゃおう。本当は、ガチャだけの動画を出したいなと思ったんですけど、今回ちょっとイベントなしで物足りないので、やっちゃおうかなーと。皆さん10連で出てるのかな。だいたいね、いつも3時過ぎにやったりすると、ガチャがまだ入ってきてないのか爆死することが多くて、ほらー。ほらー。あ、まだあった。やば。やばいんじゃないですか。データ来てますか。来てますよね。20連目。いきなりガチャ動画始まってますが。行きましょう。ポニテさんが最初ってことは、星2が今2つ来ました。星2が3つ来ましたね。あ、トイカケさん。星2がだいぶ来ましたね、今。いやー、ちょっと、全部欲しい、今回。来た！お母さん怖いってー。母の日ですよー、お母さん。怖いわー。ありがとうございます。まだ残ってたかな？お母さん来てくれましたね、20連で。いやー、出るかな？ 30 連目。行きましょう。星2が続くとなんか、星1パターンだとなんかきつそうな感じですね。また来たーまた来たー。いや、出ちゃったからなー。何回回そうかな？今回出るまで回したいなー。今30連目。やば。なんか神経衰弱みたいな感じ。じゃあ40連目。なんかね、話変わって、昨日、その裏ステージの、一番、下の方にある黒いトンネルの右側の、なんか剣山みたいな、この針、トゲが通れるので近道がありますよっていうコメントが、結構バババッと来て、ちょっと今度試したいなと。なんか行く、なんか飛んでしまった。話してる途中で。パンダマン、ありがとうございます。50連目、行きます。そうなんです。なんか近道がありますよって、通れるトゲがあるので近道ができますよってあったので、今度、裏ステージに行ったら、確かめたいなと、思ってます。ねえ、裏ステージどんぐらいの出現率なんだろう。本当に。スキンが欲しくて、頑張りたいんですけどね。ゴリラも今結構出てるみたいですし、またちょっと新しい。わお死んでる。60連目かな？行きましょう。ブレッドマン。そうそう。あとは裏ステージで、なんかもう一個ね、ちょっと微妙な場所があったので、それもまた次の動画かな、ご紹介したいなと思います。いやー、ゴールデンウィーク中にもっとやっとけばよかったなって思うぐらい。ねえ、スキンが。死んでる何これ、神経衰弱じゃん。80連。まあ、100までやりましょうかね。100やってまあまあ出ないかな。やばいんでしょう。もうね、青玉もほぼコンプしてるので、もう青玉に用事がなくなってしまって、あとはもう青銭でガチャを回すか、裏ステージでスキンをゲットするかっていう感じで、青玉の旨味がね、全然なくなってしまった。やばい！どうした？どうしたガチャ？青銭。これ何十連目？ 90 連？やばすぎる。おっかーが出てくれて、あとは、ちっちゃい妖精みたいのと、なんだっけ、メデューサ。あれ欲しいなぁ。頭ごちゃごちゃ動くのかな？ちょっと気になる。桃太郎、ありがとうございます。いや、なんか死んでるなぁ。10連。死んでるよ。単発行くかぁ。単発ね。行きます。もう見てる方はね、多分、かったるいなと思うと思うんですけど。10連が死んでるときは、ちょっと単発で、切り替えて、行かないと、ちょっとね、心が持たんのですよ。じゃあ、ちょっと早送りしましょうかね。なんかやったかな。
20、なんかわかんなく22回ぐらい回したので、もう一回、10連、10回ガチャ、行こうと思います。多分120回ぐらい今回してる感じですね。どうやら、今回ちょっと、やばい匂いが、プンプンしますね。まあ、ちょっとね、今までが、運が良すぎましたので、こればっかりはね、動画的には出ない方が、多分面白いかな出ちゃったらね、ちょっと面白くないですもんね。ちょっとちょっとひどい。いや、いっちゃいっちゃえ。1。もうカップル女多いんですよね。まあ、いとめくんももちろんですけど。なんかちょっと来る気配がないな。入ってんのかな、ガチャ。恐ろしい。星1ばっかりで。まあ、青銭大放出してもガチャが確率が悪ければ一緒なんですけどね。はぁ !140 ぐらいかな ?140 連目。いきましょう。やばい。出ないかな、嫌な予感がしております。本当に出ない。出たお母ちゃんばっかり。はい、何回回したかもう分かんなくなりましたが、もう一回いきます。10連ガチャ、ちょっとやばめですよね。確率が低すぎてちょっと厳しいですね。200連ぐらい回さないと出ないのか。でもお母さん出るってことは多分入ってはいるんですけど、データがね、きっとなんてことですかいや、マジで今までが良すぎたんですね。え？グレー。はい、もう一回。もう本当は出るまでやりたいんですけど。ね。ブレッドマンも2回目ぐらいですね。ちょっと本当にやばいそうな気がする。こういう可愛い系のやつは、あんまり出ないですね、私。お母さん。めっちゃお母さん出てくれるのに。やばいね。星さんが、多分1個もまだ、来てないような気がする。いや、本当にやばい。久々にガチャ爆死ですね。何回ました？もう、わかんないね。行きましょう。出るまで、やろう。と思うんですけど、ちょっと時間の関係で、何回も回せないかな。どんどん行こう。いや、絶対欲しいんですよ。出た方いますかね？いや、単発10回いきます。ちょっと待ってよ。提供割合 0.14 低すぎだよ。いや、これでも多分残るね。残るガチャですね。もう一回10回回して一旦終わりにしようかな。キリがない。今日やっても、いや、絶対ゲットします絶対ゲットします。この2体は何が何でも。でも多分残るガチャだと思うので、いや、でもな、確率下がりますしね。狙うなら今なんですよ。いやー、恐ろしい。どうしよう。最後ね。最後10回回して。死んでるな、今回。200回以上回したかな。悪魔。メガネ。マジで。結構ね、コメントで、出ました、あれ出ました、これ出ましたっていただくので、いいなと思いつつ。やばい。やばかった。はい。今回は一応多分、何回やったかな、後で数えますね。ガチャ結構回しましたが、お母さんしか来ませんでしたっていうとこですね。はい、お母さんが来てくれました。めっちゃ怒ってるやん。と、あとはジャンボジェットが意外と小さいっていうことで終わりにしたいと思います。はい、次、また、裏逃げ動画とか、あとはガチャの続き、またやっていきたいなと思いますので、よかったらまたぜひ見てください。ということで、今日はこれで失礼します。ではまた、バイバーイ。